吉田さんあのまあ自分の価値を上げるってことなんですけども以前ねちょっとこう今では言わないんですけども激論をしたことがあってですね激論といっても1対1なんですけどもその頃まあ私もちょっとこう虫の居所が悪かったというか、まあ、突きつけないといけない現実があったのかなってことなんですけども、まあ、どういうことかっていうとねあの私と同じ年代の方が、まあ、私とちょっと話す機会があって。 転職のことについてなんですけどね、うん、やっぱりこうもうねこの年になるとなかなか雇ってくれるところもないんだよねって話になったんですよでまあ私はねあの逆に聞いたんですよ、うん、いや俺も同じ年代だけどちょっと強気で言わせてもらうとねこの年になっても雇ってもらえるところがないっていう現実はどうなのとこの年になったから雇ってもらえないんじゃなくてこんな年になってね もういろんな会社から必要とされてない。会社といえば人の集まり。その人の集まりから必要とされてない、お前は何なんだよ。そうは考えないのって聞いたんですよね。ちょっとそれだけ聞くとお、やっぱりこう、嫌な印象になるんで、私その後続けたんですよ。いや、俺、俺も同じ立場だよ、もうこの年になって、大したことやってこなかったからさ、どこも雇ってくんないやと。派遣会社なんて、一回も採用されたことないよ。 だからしょうがないから自分で会社作ってそこに自分が入社してね今日から正社員だそういう選択もあるんじゃないのそういう考えを持つことが多分雇ってもらえるような人間になることじゃないかなとかねまあそれから長くなるんですけども、まあ、つまりねいつも思うのはこれだけ時間があったのに何をやってきたのかなっていうことなんですよでそこに一つね私と同じ世代にまあ まあ弁明をするとしたらね私たちが40代になった頃インターネットってものがこの世の中に出てきてなんかね若い世代の10代二20代ってものがそのインターネットの力で情報を手にして一気にね俺たちを追い抜いていっちゃったよねとだから俺たちは雇われないのに社会経験がない若いやつはどんどん雇われていくそれはあるよとでも妬んでもしょうがないからだったらね俺たちもそのブースターを手に入れようよ インターネネットビジネスやろうよって感じですよ、ね、まあこちょ後半はですねあるネットワークビィッシュですので、ね、かこうプレゼン登壇を求められた時に言った言葉だったんですけどね「<laughs> 今日はそっか時期の久保さんが来てるんで一言お願いしたいと思います」って言ってからね「<laughs> 僕はネットワークやってる人間ではないんですけどもネットビジネスの方なんですけどもよくごっちゃんされるんですよ」って「皆さんに言いたいのはね」っていうふうに言って <laughs> やっぱりこう言ったんですよね。 割りながらなかなかいいスピーチだなと思いましたけどね。当然そのネットワークビジネス、私は入らなかったんですけども、会場に来てる方の何名かが、即下塾に入っていただきましたということでございました。いってらっしゃい。